彫刻と建築物の境界線はどこにあるでしょう。現在の建築トレンドが明らかに自由形状に向かっているという状況から、この区別は意外と難しいものになってきています。自由な形状とは、定義された形状が全くないことを意味するのでしょうか。驚くことに、自由な形状を持った建築物の 99% は施工しやすくするために基本的な形状で構成されています。それではいくつか例を見てみましょう。自由な形状は必ずしも近代の発明であるというわけではありません。先進的な建築物の多くは中世の時代に建設されています。簡単な曲線からアーキキャドのコマンドを利用して立体的な形状を作成することにより、世界的に有名な超高層ビルの棟の王冠部分を作成することができます。自由な形状はシリンダー状の形状だけではありません。例えば簡単な形状である四面体は建物に使用されることが少ないと思われがちで、建築に使用されることが少ないですが、考え次第では非常に美しい礼拝堂のインスピレーションとして利用することができます。これらのような構造は近代の建築ツールキットの標準の一部である必要があるでしょう。これらのような構造を完全にサポートしていなければ、完璧な BIM モデラーソリューションとは言えません。アーキアド15では新しいシェルツールを加え、設計及び設計図書のワークフローの全体を通じて高度で自由なデザイン設計を提供します。